速稼ぐの久保です。今日も元気にね放送していこうかと思います。だいぶ痛みは引いてきました。といっても大した治療は何もしてないんですよ。ただ食べて寝てるだけなんですけどもね。まあこういう時に例えば私がね、力仕事とか引っ越し屋さんのお仕事をしてて重い荷物を持たなければならないってことになると、多分現場の方にもかなり迷惑をかけたりね、お休みを取ったりしなければならないんだろうなと。場合によってはもうコンビニとかに勤めてたらね、もう人がいないから出なくちゃしょうがないみたいな感じで、こういった状況で仕事をしてると見栄えも悪いですし、それから回復も遅いし、あと精神的にかなりねめいっちゃうと思うんですよ。あ、明日もこの格好で行くのかとかね思ったらね、いたわられてないなみたいな感じると思うんですよ。だそういう意味でも私今の暮らしが最大のリスクヘッジになってるなと思うんですよね。どんなことが起きても自分のペースで暮らしを送ることができて、自分の好きなところにいて好きなことをして、そして好きな人とだけね関わっていられるということで、なんかねその落ち込むことがないですね、こういう怪我をいきなりしても。だからねやっぱり一人でも多くの人にこういう生活を、もしね私の力でよろしかったらお貸ししてそうなっていただきたいなと思います。さあその中でですね、私の状況を知ってか知らずかですね、こういうメッセージが来ました。それは FX の、投資ツールを売りましょうみたいな話なんですよ。これね残念ながら私のね昔からの仲良しがこの話を持ちかけてくるんですよ。まあね言わせていただくけども、私が FX の今ねプロフェッショナルになってるっていうことを信じてないのか、もしくは知らないのかってことなんですよね。私 FX 何のツールも使わずに毎日やってるわけなんですよ。で2年間っていうかね1年半勝ちまくってるわけですよね。でそれに向かって FX のツールを使いましょうとか FX のツールを一緒に売りましょうってのはどういうことやった話ですよね。そんなもんなくたって勝てるから。でそんなもん使った日には私がですね、結局久保さんも FX のツールで勝ってたんですねということになるわけですよ。でしかもそのツールで勝てるならいいですよ。こういうふうに来たわけなんですよ。FX のツールがありますと、エビデンスもあります、一緒に売りましょうっていうわけですよ。じゃあエビデンスってことはあなたが、お前がね、あなたが稼げてるんでしょ、エビデンスなんだからって言ったら、いや私は稼げてないんですけども勝ってる人がいるんですっていう話し方するわけですよ。どんなエビデンスだって話ですよ。だいたいもともとねその FX で勝てもしない人が FX でどんなロジックで勝てるかっていうエビデンスが分かるわけないじゃないですか。これずっと私も言ってますけどね。だから投資で勝ったことがない人が投資で勝つためのエビデンスがありましたとか言ってね、いやあなたの判断がもう勝ってないのに、そもそも投資で勝ってない FX で勝ってない人がなんで勝てるエビデンスが判断できるんですかって話じゃないですか。だからね FX のツールとか FX のなんかね誰かのその資金を代行で運用しますよっていうのは一見も当てにならないですよ。もうこれ何度も言いますけども、だって勝ててない人がそれに興味を持って、勝ててない人がそこに乗っかるわけじゃないですか。じゃあ誰も FX が投資で勝てない人が群がるものって勝てないものなんですよ。で勝ってる人が群がるものっていうのはそれはそれでいいと思いますよ。これ FX のプロがみんな参加して勝ってますみたいなんだったらいいんですけども、プロだったらそういうものが必要ないんですよ。でこのロジックにいつまでも気づかないから、いつまでも詐欺られるわけなんですよね。はっきり言って今回持ってきた仕事っていうのはそれは詐欺だなと思いますよね。ちょっとね名前をね公開してもいいですよ。名前っていうかそのどんなソフトなのかね。私はこの案件は詐欺だと思ってます。私が思ってるんで皆さんも思えってわけじゃないですよ。 SVOFX ってやつですね。こんなもんで勝てるわけないですからね。こんなもん買った日にはもう友達関係もぶち壊しですよ。SVOFX ね、これが大体どんな機能するのかとか、どんなツールなのかとか言って判定できない人が買うわけですからね。この辺のロジックに気づいていただければ大怪我をすることもないんではないかなと思います。さあ、投資をするんだったらまずは投資を学んでいきましょう。投資を覚えていきましょう。そうすると勝てます。なぜなら投資を覚えずに、投資を学ばずに勝てると信じている人が9割以上、 99% なんですよ。で、美味しいツールとか美味しいね、なんかここに入れば勝てるみたいな LINE グループに入っちゃうわけなんですよ。ね、勝ててる人はちゃんと学んでますし、勝ててる人はちゃんと判断できるんですよ。それが最大のリスクヘッジです。自分でやるってことですよね。では本日の放送は以上です。